こんにちは、クラピッターのたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、ラウンド動画のパート2、高松カントリークラブのインコースを回ろうと思います。でもね、実はね、今日僕ね、調子悪いの。どうしたの？元気ないんだよ。この前ちょっと練習したんや、久々に、うん、全然分からん、うん、とりあえず今日はだからこの前ちょっと調子乗ってちょフルバックとかで回ったんやけど、うん、今日ちょっと白からしようかな。いいよ、うん、じゃあゆみちゃんも白からする？なんで嫌だ。ということで今日は、白マークと赤マークで高松カントリーインコースを楽しくラウンドしようと思いますんで、はい、まあ、今日もまた前回みたいになんかちょっとしたことを話しながら行こうと思いますね。頑張ります。はい、頑張ります。ガババゴルフ。はい、それでは、インカなんで10番ホールがスタートなんですけども、実はこのホール、白からでも410ヤードあって、まあ、僕ら普段、フルバックから回るときは本当にパーが取れたらバーディーぐらいの価値がある、まあ、だからもう正直、ボギーでオンの字みたいな、しかもグリーンに行くほどだんだん狭くなるから、実はここセカンド OB も注意っていう、結構もういきなりビビってくるホール、しかも今日はこれ風が、左から右と、まあ本当に不調に風っていう、もう完全にここは今日はね、とりあえずボギー頑張ります。ゆうちゃんはじゃあボギー。いやいや、バーディー。はい、このホールはですね、距離は長いのと、あと右は最終ホールの折り返しオールセーフです。ただ左は OB なので、まあ最悪右に打ってほしい。師匠にね、スタンス狭めって言われたんで、ちょっとあれから調子悪いんよ。おいなんかこれファー、右ホールに行きました。ゆみちゃん、ここは、はい、まあ、理想はもちろんまっすぐのフェアウェイ、はいはい、だけど、まあ、右は俺が打った方はセーフやけん、はい、ついてきてもいいよ。わかった。もうないしょ。ええなあ、ちょっとまあ右行けるけど、まあ、キックする、キックせ。あ、いや、ナイスキックではない。なんか、いや、ゆみちゃんのキックは見れるかなと思ったけど、ナイスキックではない。ではなかった。でも OK、 OK です。すいません、お邪魔します。89あるよな、やっぱそうやな。お、おー、いった、あー、いかん、奥までいっか。お、止まった。もうね、やっぱりね、欲出さんこと、ゴルフは欲出したら欲なこと、欲出したらろくなことがない。ね、あ、だいぶ遠いな。遠いよ。サンダで乗せよう。そうやな、無理せん、手前におったら転がるけん、ゴロゴロとはいっけん、はい、まあ下りのとこまでは持っていこう。悩むな、5番。ちなみに何ヤードやった？180ぐらい。ああ、やっぱそれがあるよね。ちょっと5番。新しく新調した。はい。ちょっと難しい。うん、無理せんように。あ、いけ。まあこういう難しい、つま先上がりのライっていうのはやっぱり難しいのも実際ありますし、まあそれとあと何よりこう左が危なくて、実際こうつま先上げてやっぱ球が左行きやすいので結構怖いんで、かといって右もここは狭くなってるんで、まあそこから右から回していくって結構、まあ私はね、さっきたまたまフェードでうまくいきましたけど、まあこれは結構難易度高い、距離も長いしね、まあ、じゃあ次行こう。反省ポイントです。はい、頑張ろう。はい、頑張ります。143だけど、どうしようかな。得意の6番にします。ちょっとおにぎり食べ過ぎた。体が回らない。岡山はおにぎりなんやね。俺らうどんやけどな、基本。おにぎり食べ。ちょっと待って、岡山は黄身団子とかのイメージなんやけどね。黄身団子はデザートね。デザートは、なるほど。俺らうどんが飲み物と一緒やな。もう黙って打たせろやってるやつ。よし、行くぞ。はい、うまい、これはいい、はあ、いけ、ちょっと、いや、転がっていくかもしれないよ。うん、ナイス、
ありがとうございます。いやさすが。今度なんか鼻声です。じゃあ昨日ちょっとあのスナックで飲みすぎて。お姉ちゃん、お姉ちゃんと飲み寄ったら気づいたら1時やった。すごく、ただあのなんていうかな、後悔はしてない。潔い。ここどうする、ゆみちゃん教えて、いく、アプローチでいきます。何度でいく？50で、50で落とす。俺やったらグリーン入ってすぐ、グリーンカラーのすぐ先、カラーのすぐ向こうで、若干つま先上がるけど球は上がりやすいとこやから、はい、うん、もう本当あのカラー入ってイメージとしてはもう本当にあのカラーの向こう、カラーの向こうをちょっとスライスする、うん、ちょっとピンのちょっとだけ左を、うん、で、ちょっと手前やったけどね、うん、あとあれやね、ちょっとスライス読みすぎたね。はい、あ、なんかあっちに行っちゃった。これはすいません、読みミスです。完全な読みミスです。よ、おー、オッケー。私はですね、これ実は若干ラフにかかってるんですけど、まあ今日の自分の、まあ、体調、あの二日酔い体調と、あの、まあ、冬場のグリーンの速さを考えると、ここはパターでいきます。すごい、まあ、こんなもんでしょう。ナイスナイス。はい、どうも。まあ、冬場はね、せっかく芝も枯れとるから、転がせるとこは転がせたらいいと思います。なるほど、うん、大きなミスもないし。1、2、3、4、5、6、7、8、8歩ぐらい。お、補足もやってるね。多分下りのフックかな。下りのフック8歩ぐらい。あのね、わかんない。わかんない。これぐらい、これぐらい。よいしょ。ごめん、全然フックせんかったね。あ、でも。でも全然、でもあれやね、あのなんか補足の絡むやつ上手くなったね。はい。距離ぴったり、うん、素晴らしい、いや、うん、オッケー。これぴったりって言うていいやつ。これぴったりって言うてオッケー。うん、ぴったり。先どうぞ。オッケー。はい、やった。ナイス。この前の動画でいらんことばっかりでこういうの外しちゃったけど、今日は言いません。ナイス。パーです。いや、ポー取れた。ここボギーでよかった。もうね、あのセカンド様様、セカンド様様、ユーティリティ生命線。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ張り切って次の方行きましょう。頑張ろう。うざい、うざい。ツバババゴルフ。はい、11番ホールは白から360ヤードと、まあ距離が長いというよりはこのアングルですよね。もう谷越え、あと右は OB ですね。で左も手前の方は OB になりますから、あの非常にこのアングルに、多分アマチュアの方はやられてしまうと。あと今日はね、これ風がまたこう、まあ今ちょっとあれですけど、基本的にはこの、左から右なんで、あのもうあのあれですね、右の谷に行けっていう風ですね。うん、風の国のナウシカみたいな。風の国のナウシカ。はい、じゃあ私はまあフェードヒッターなので真ん中から右に打てれば理想ですね。はい、でスタンス狭めで。おお、ナイスよ。うん、素晴らしい。飛んでないけど、まあ、あの師匠教え守りましたよ。狭めね。はい、ここはね、赤ティーから190ヤードって書いてますけど、まあ、これだけずっとダラダラと登ってたら実質190なんてことはないですね、うん、打ち上げの注意点は、あ、ヘッドアップして、うん、右に行きやすい。そうやね、それを注意して打とう。はい、うん、じゃあ、はい、じゃあ頑張っていこう。はい、頑張ります。じゃあ、あのバンカーの方狙おうかな。バンカーの方でいいよ、うん、バンカーの方狙います。あー、ちょっと点取られちゃったね。我慢せよ。あ、できた。大丈夫。いや、あの、ゆみちゃん、喜ぶほど、喜ぶほど、あの、いいとこじゃないよ。あの、残り149って書いてますけど、実質上りがあるから、10から15は、やっぱ見ないかんと思います。で、風はフォローなんで、150しましょう。
おー、ナイス。あ、手前やったおーとか言ったから手前やった残りが117なんですけど、バンカー怖いね、ここから。バンカー、あの左のバンカーだけ、まあここはセンター行ったらいい。はい、大丈夫。オッケーオッケー、カモカモ、なかなか難しい、つま先上がりね。もう今日の風はしんどいっすわ。頑張ろう、ひみちゃん。頑張ります。この替えの強い時の対処方法とかあります？まあ対処方法といえば低い球打つっていうのがやっぱりね、そういうその例えばわざ と、スピンを抑えて打つとか、まあそういう結構技術的なことはありますけど、なかなかそこは、だからまあ僕やったら言うのは無理せず一晩で上げて、やっぱ気温も下がってきてるんで、当然一晩で上げて、やっぱ結構自分の距離を過信してる人っていうか、自分はこれぐらい飛ぶのにってみんな思ってるけど、案外一晩で上げてミスショットして結果オーライみたいな方が良かったり、僕はそう考えてやってますね。で、例えば一つ上げて奥行っちゃったら、あ、いいショットしたんだって、これもう考え方の話ですけどねっていう風に思うのを一つの方法かなと、はい、思ってます。なるほど。ひみちゃん、これは何でいく？56番。これは56やろ。一晩ってあげたんですよ。あ、さっきあげたんや。だけどショットしてた。いや、これもう風もあるし、体がちょっとね、ちょっと今日、ね、あの おにぎり食べ過ぎたんやろ。おにぎりね、納豆巻きとおにぎりとスープ飲んだ。あの、何食べたかまでは聞いてない。うまい、これはさすが。あ、はじめのクッションがアンラッキーやったね。まあでも、オッケーオッケー、ナイスナイス、合格、はい。私はですね、まあ得意なってことはないですけど、あの転がしの方、あのこの状況やったら、のグリーンも上ってるんで、あのまあ大体グリーン入ってちょっとのとこ落としとけば、しかも左足上がりなんで球は上がりやすいんで、まあそこの辺に落としとけば、これ多分半分ぐらいに落とせばうまくいくと思います。あー、行き過ぎやっちゅうに。これね、2人ともね、実はね、こうグリーン植え付けてますけど、これは本当ね、まあ、僕らからしたらもう結構危ないとこなんですよね。特にみちゃんのところは結構難しい。膨らました方がいい？膨らました方がいい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、膨らまします。膨らまして、みちゃんが思っとるよりは膨らました方がいい。何個分とは言いません、はい、言えや結構膨らますね。結構膨らました方がいい、そしたら私はここの端、白い同じ、ここの端を狙うかな、うん、あ、俺もそれぐらいだと思った。あとはタッチだけ。タッチ頑張ります。タッチの、いやいや、うまい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 。でもまあもう仕方、いやいや、でもまあ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 、はいはい、まあ思ったように言ってました。うん、そうやね、はい、みーな、もちんか、すいません、お先です。です。はい。ボギーです。ボギーです。待って、1、2、3歩。三歩だけどちょっと上りです。これぐらい。行こうかな。うっ。惜しい。いやいや、今のでも、はい、いや、今のいいストロークよ。ちょっと先に当たっちゃったんですけど。ナイストローク。はい、ありがとうございます。よし、ダボ。よし、ダボ。ズバババゴルフ。はい、12番ホールはパー5ですね。パー5、今日初のパー5で、はい、今日はね、ここ実は2グリーンなんですよ。左と右があって、右の方が長いんですよ。今日はなんと、ラッキーなことの左なんです。あ、やった。まあ私はね、あのなんていうか、パー5は3打で乗せるもんだと思ってますから。あ、これちょうどいいから、ちょっとせっかくやから、こう、はい、ティーグラウンドのちょっと、なんていうかな、
ワンポイントというか、うんうんうん、基本はティーグラウンドってこう皆さんまっすぐやと思ってるよね。基本フラットなとこが多いと思ったんやけど、やっぱりティーグラウンドやって当然、まあ、基本的にまっすぐ作っとる中でもちょっとここへこんでるんだね。意外とこういうくぼ地、要するにボールの方が下がってるようなで足場の方が高かったりすると、まあうまく当たらんかったり、はい、うん、するから、基本的にティーグラウンドはやっぱりまっすぐなとこを見つけてティーアップする方が理想、うん、でその中でちょっとここはワンポイントとして、私なんかはどっちかとフェードヒッターで、はい、やっぱ距離出したい時は捕まえたい時がある時はわざと、ちょっとつま先上がりのとこに置いたり、へ、うん、でつま先上がりのとこ置いて、あった捕まったって左 OB したりまあするんやけど、そのちょっとしたそのティーグラウンドの使い方でやっぱりその球筋とかも変えれるから、なるほど、うん、まあ全くもってそのティーグラウンドがフラットって思っとくんはあんま良くない。なるほど、うん、だからその辺を一回後ろとか見て、はい、全体を見るっていうのも特に 100切りたい時とか、特にその、はい、なんていうかここあもう結構もうすぐ100切れそうとかなった時に、はい、緊張したりする時にやっぱり全体を見れる余裕があるっていうのは大事かなって、うん、やっぱりもうまっすぐまっすぐになるとそういうところ見えなくなって、うん、そう小さいこと気づかなかったりするから、うん、もうちょっとやっぱりこう全体が見れるぐらいの余裕がある方がやっぱスコアにも気持ち的な余裕もね。なるほど、はい、ただ今日僕はあまり気持ち的に余裕がないという状態でこういう説明をさせていただきました。いきましょう。ここは一応右ドッグレッグになってます。右ドッグレッグ狙い目は正面の一番正面の木の一番最短は右側の、傾斜で向こうに跳ねすのが理想なんですけど、まあ、私は若干フェードヒッターなんで基本木の方を向かって打ちます、はい、風は左から右、まあ、スライス打てって風ですね。いきます。やべ、今日調子悪いわ今日調子悪い。たけちゃん、うん、どうしたの？ちょっとここがおお。みんな踏んでるからかな。もうハゲてんね俺最近、ね、そう頭が薄いって結構言われだして結構そうハゲに反応しちゃうんやけど今俺やな言っちゃったのみんな本当ギリギリ刺したがるんですよねこれ、うん、このたった2ヤードをちゃんとしたとこから打てた方がね、うんうん、いいよ。だって2ヤード前いて実際当たりで変わるんやけん、うん、これはもう意味じゃないです判断。早速僕が言ったことを実践して、ここから前に出ちゃダメなんですよね。絶対ダメ絶対ダメ絶対ダメ。よし、この木と右の斜面の木の間、うん、正解で俺の方まで行ったら、はい、仲良くなれるけん できるだけ仲良くならんといて仲良くならんようにします、うんうん、ちょっと天ぷら揚げだけど、これ木当たるなよ。あ、さすがさすがゆみちゃん持ってる持ってる持ってる歯をかすらずって優しくスプロンみたいなやったいいね。ゆみちゃんなんかすごいすごいフェアウェイ真ん中やん。はい、あったあった。今日はねコースをねを広く使おうっていう目標なんでいっぱい紹介したいいっぱい紹介したい。だから今日はあえてこう草むらの中打ち込んだんですけど、これどう見ても抜けだ、まあこうね、あそことか抜けれる意味じゃん。どう、これはもう上はダメだね。上はダメやね下もダメだねはい、こういう時100切れを目指す皆さんはですね、絶対無理をなさらずに、ミスした自分が悪いんで僕は出しますそれでこっち出します。なるほど。なんかもうちょっと向こう出したかったけどもうちょっと向こう出したかったけど、まあ結果的には出ました、okay. まあまあ最低ね、ちゃんとフェアウェイ戻せたっていうことが、まあ30点30点もうここは無理せずね、やっぱりもうティーショット曲げた自分が悪いんで無理せずちゃんと、おー、ちょっと右行ったか、うん、あー傾斜地いったか、まあ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 、でもまあもう
もうね、無理はしたらいかんのです。やっぱゴルフはね、失敗したらそれを受け入れる。だからもう男性、心の広い男性ってのは失敗したら女性の失敗は黙って受け入れる。わかった？はい。自分が失敗したらどうする？自分が失敗したら謝るみたいな。続けて失敗しないよ。そういうことやね。わかりました。うん、ちなみに僕はね、反省はするけど後悔しないタイプ。二度と治らんやつ。立ち悪いやつ。これゆみちゃんだいぶ枯れ葉が多いんで、これ絶対ボール動かないようにしてくださいね。のけるのは全然問題ないんで、動け動け。動いてよって。エヴァンゲリオン。よし、うん、ちょっとトップ上やけど全然 OK、 全然 OK、うん、ナイスナイス、うん、これちゃんスリオン全然余裕で狙えるから頑張る、うん、OK、 はい。今日はあれはね、寒いね、本当にね。寒いですね。今、今日何度ぐらいかな。今日どうでしょう、10度ぐらい。10度ある？もうちょっと。俺とゆみちゃんはもうあれやんね、32度ぐらいあるよな。もうクソ暑い。もう逆に暑すぎてちょっと離れたい。早く打ってください。3打目で、これがピンまで96。そうやね、100、ただ上りあるから100はいると思うよ、はい、し風がフォローの上り、ちょっと、うん、110ぐらい予定。わ、打ちたいな。けど、あ、でもちょっとつま先上がりですね。大丈夫かな。このライン苦手だな。ちょっとつま先上がりの左足上がり、つま先上がり、左足上がりはもう絶対左行く。右向く。あ、ちょっと難しいな。行きます。お、うまい。うまいなあ。むしろでかかったぐらいよ。あ、ちょっと一番打ってた今日。うまい。本当ね、今日とことんもう、あのサードショットをあんなとこからこの斜面に持っていく意味がわからない。もう本当にな、何をしてるかがわからない今日。83。はい、ありがとうございます。あの、もう僕のコメント古虫で距離教えてくれるゆみちゃん。83ね。まあでもちょっとたまにはいいとこお店の左足上がりのつま先上がり、ゆみちゃんと同じ状況です。あー、やっぱ左来たか。大丈夫これ、今日動画してこれ。これもうあの、あ、シングルですけど何か。シングルですけど何か。視聴者の皆さん分かるでしょ、これが本当にノーカットでしよることが分かると思います。これ今の普通やったら打ち直しますよ、僕やったら。はい、アプローチですね、これが5打目です。入ってパーです。左足上がりなんで50度で、あのグリーンのちょうど入ったところぐらいに落とせれば。あれ入ってボギーです。入れましょう。入れましょう。で、傾斜を見ます。13歩だった。13歩で下りで、こっちの方が高い。そっちが高いね。こういう、うん、そっちが強いかな気がします。あとはでもそこは距離合わそう。距離合わせます。ちょっと食われたけど、あ、でもいいよ。終わった。うん、うん、でも素晴らしい。合格。合格です。初め食われんかった、よかったね。ちょっと初め食われたね。はい、うん、そうだと思いました。続いてゆみちゃん、それ何打目？5打目です。あ、パーの確率残ってるやん。残ってる、パーチャンス。羨ましい。でもちょっと苦手な距離だな、うん、まあまあそこは無理せんと。はい、今日はこのぐらいで。あ、ダメだった。はい、入れてボギーです。
です。視聴者の皆さん、本当に今までありがとうございました。あの今後は多分あの弓ズババババ弓が上行ける上行ける。最近そのくだり多いですね。最近それ多いですね。もうちょっと怖いな。オッケー。よかった。よかったです。うん、ボギーです。オッケー。オッケー。ボギーです。あ、ってことはゆみちゃんも僕もボギーなんで、もう二人でもうこれからは一緒に生活しようと思います。ボギーで、ボギーやのに、ね、ボギーやのに。次はパートします。バーディーバーディーで言うよな。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。